2018UEFA スーパーカップは欧州サッカー連盟が開催する43回目。2000年に前年度シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ優勝チームと UEFA ヨーロッパリーグ優勝チームが対戦する方式に変更されてから19回目の UEFA スーパーカップである。UEFA チャンピオンズリーグ2017から18優勝のレアルマドリードと UEFA ヨーロッパリーグ2017から18優勝のアトレティコマドリードが対戦するマドリードダービーとなった試合は2018年8月15日にエストニアのタリンにあるアルコックアレーナで行われたアトレティコマドリードが延長戦の末に4から2でレアルマドリードに勝利し6年ぶり通算3回目の優勝を果たした UEFA スーパーカップで スペインのチーム同士が対戦するのは最近号大会で4回目であり、同じ都市のチーム同士が対戦するのは43回目にして初となる。UEFA チャンピオンズリーグで3連覇を達成した最初のクラブとなったレアルマドリードはこれまでに UEFA スーパーカップに6回出場し、4回優勝している。UEFA スーパーカップで2連覇中であり、 今大会で優勝すれば3連覇を達成した最初のクラブとなる。アトレティコ・マドリードは UEFA ヨーロッパリーグ優勝チームとして出場した2010年と2012年に優勝しており勝率は100%である。レアル・マドリードとは UEFA 主催大会で9回対戦し2勝2分5敗の成績を残しているが、 レアルマドリードを退けて優勝したり勝ち上がったことは一度もない。2016年9月にアテネで開催された UEFA 執行委員会にて2018年8月15日にエストニアのタリニアルリーレクラスターディオンで開催されることが決定された。エストニアでは2012年に UEFAU-19 欧州選手権2012が開催されたが 年齢制限のない大会の決勝は初開催となる。2018年はエストニア共和国の独立100周年にあたる年でもある。リレクラスターデオンはスポンサーの関係でアルコックアレーナとして知られている。アルコックアレーナは2001年6月に会場し、フローラタリンとサッカーエストニア代表のホームスタジアムとして使用されている。 UEFAU-19 欧州選手権2012では決勝を含む6試合が行われた。チケットは2018年6月5日から26日まで UEFA.com でファンと一般向けに130ユーロ、90ユーロ、50ユーロの3つの価格帯で販売される。紙チケットはなく、すべて専用モバイルアプリを使用した電子チケットとなる。 アルコックアレーナの収容能力約1万3000人の約70%がファンと一般向け、残りは地元の組織委員会、欧州サッカー連盟、各国協会、商業パートナー、放送事業者に割り当てられる。2018UEFA スーパーカップでは、スタジアム入り口のモバイルブルートゥースデバイスと組み合わせたブロックチェーン技術を活用した新しい、 チケット販売システムが完全に導入され、すべてのチケットがブロックチェーンに基づく専用アプリを使用して販売された。新システムは UEFA ヨーロッパリーグ2017から18決勝で初導入され、一般向けチケットの50%が対象となっていた。2018年3月に2018から19シーズンから UEFA スーパーカップを含む UEFA 主催クラブ大会のレギュレーションが変更されることが発表され、2018UEFA スーパーカップのレギュレーションは以下のように変更される。2018年8月2日にポーランド人のシモン・マルチニアクが主審を務める審判団が発表された。マルチニアク氏は 2018FIFA ワールドカップ UEFA ユーロ2016 UEFAU-21 欧州選手権2015で主審を務め、UEFA ヨーロッパリーグ2017から18決勝 2016UEFA スーパーカップで第4審判を務めた経歴がある。審判団は他に5人のポーランド人とルーマニア人で構成され、副審はパベウ・ソコロニツキとトマシュリ・ストケビチュ、追加副審はパベウ・ラチュコフスキと、 トマシュムシアウ、予備副審は、ラドスワフシエイカ、第4審判は、ルーマニア人のオビデューガンが務める。アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、UEFA ヨーロッパリーグ2017から18、準決勝のアーセナル戦の、第1戦で審判を侮辱したとして4試合の、ベンチ入り禁止処分を課されているため、本試合はスタンドから観戦。 代わりにアシスタントコーチのヘルマン・ブルゴスが指揮を取った。アトレティコは4から4から2のフォーメーション。新加入選手ではロドリ・トマレ・マルが先発出場を果たした。一方のレアル・マドリードはルカ・モドリッチがベンチスタートでイスコが先発起用された。前半アトレティコのボールで試合開始。すると開始早々、ディエゴ・ゴディンの ロングフィードをジエゴ・コスタが頭に当てて抜け出すと角度のないところから右足のシュートを放ちこれが決まってわずか49秒でアトレティコが先制に成功したその後は追いかけるレアルがボールを保持して攻める17分にはマルセロのクロスにマルコア・センシオがバックヒールで合わせたがシュートは GK ・オブラックが左手一本でセーブした24分にはマルセロが カットインしてシュートを打つも枠を捉えられなかった。しかし27分、ガレスベールがスピードに乗って右サイドを駆け上がりクロスを上げるとカリム・ベンゼマが頭で合わせて同点に追いついた。29分にはアセンシオがカットインして右足でシュートを放つも枠のわずかに右に外れ、前半はこのまま1から1で終了した。後半十二分にレアルの右 CK の場面で ベンゼマとフアンフランが競り合った際、ボールがフアンフランの手に当たりレアルに PK が与えられる。これをセルヒオラモスが決めてレアルが逆転した。一方のアトレティコも79分高い位置でフアンフランがボールを奪いそのままエリア内へ侵入、途中出場のアンヘルコレアへ繋ぎ、折り返しをコスタが押し込んで同点に追いついた。試合は延長戦に持ち込まれた。 延長戦94分、レアルは GK のこぼれ玉をダニエル・カルバハルがボレーシュートを放つが GK をブラックの正面をついてしまった。すると98分、アトレティコはコスタと途中出場のトーマスパーティーが高い位置でボールを奪い、そのままエリア左に抜け出したパーティーの折り返しをサウールがダイレクトボレーで叩き込み勝ち越した。 さらに104分にはコスタからビトーロを経て、最後はコケが合わせて追加点を挙げた。そのまま試合終了し、アトレティコ・マドリードが4から2で、レアル・マドリードを破り、7年ぶり3度目の優勝を果たした。レアル・マドリード V ・アトレティコ・マドリード勝利したアトレティコ・マドリードは UEFA スーパーカップで勝率100%を維持し、 初出場から出場した3大会すべてで優勝した最初のクラブとなった。また、通算優勝回数でリバプールと並んで4位体となった。UEFA ヨーロッパリーグ優勝チームは2000年以降の19大会で8回優勝しているが、2008UEFA スーパーカップでゼニトサンクトペテルブルクが優勝して、以降はアトレティコマドリードが3回優勝したのみである。 一方、レアルマドリードが国際大会の決勝で敗れるのは2000年11月28日に行われたインターコンチネンタルカップのボカジュニアーズ戦以来となった。ありがとうございます。